こんにちは、ぐっちかわる店長です。今回はね、ヤヌークから新作のデニムをご紹介したいと思います。こちらね、ウィンターリゾートジーンズというシリーズですね。もうおなじみかもしれませんが、簡単にご説明します。まずね、ウエストがゴムです。楽ですね。ベルトもできます。冬はニットなどを着てウエスト部分を隠すとき、ベルト邪魔なので紐で結んでいただけます。でシャツを着るとき、どうしてもベルトがないと格好つかないよっていうときはベルトをしていただいて、この紐邪魔なので裏側に出して隠すことができます。よく考えられてますね。デニムってどうしてもね、暖かいわけではない。なので冬場敬遠しがち。でもすごく汎用性が高いので履きたい。そんな方に向けたシリーズです。まず素材がめちゃくちゃ柔らかいです。しかもストレッチしっかり効いてます。履き心地抜群。さらに裏側ダブルフェイスになってますね。フリースみたいな起毛感ある素材が前面に貼ってます。柔らかくて履き心地よくて、しかも暖かい。でデニムです。使いやすいですよね。こんなの1本あると本当に冬場助かります。こちらもね、一度履いたところをお見せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、履いてみました。ブラックデニムですね。若干色落ちさせてる感じなので、少しグレー味のある感じですね。シルエットは程よく細身です。また下、最初からちょっと短めと申し上げましたが、一切内側に曲げたりせずにこの丈です。若干長いですよね。なのでまた下のサイズスペックはご注意ください。このデニムとにかく暖かい。履いてる状態でもすごくポカポカしてます。肌触りも申し分ないですね。ストレッチもしっかり効いてます。さらにね、いいのはポケット。この中身も暖かい素材なんですよ。手を入れたら手袋してるみたいな暖かさ感じられます。そしてこの伸びです。すごいですよね。めちゃくちゃ楽、そして暖かい。なのに細身で綺麗なシルエット。ヤヌークの大ヒット商品です。ウィンターリゾートジーンズのブラックデニムです。ぜひお試しください。